すすやみの章、第四の学級。帝国暦185年、ガルグマク大修道院が落成。聖セイロスはこれを記念して四使徒と称される聖人に秘儀を示し、聖筆なる場所において崩拝の儀が執り行われた。主より授かりし資源の崩拝と四使徒の聖なる力をもって主の再臨が叶うはずだったが、儀式は失敗に終わる。四使徒は儀式に失敗した責めを負い、ガルグマク大修道院を去ると、歴史の表舞台から姿を消した。一つは森へ、アドラステアの緑深き山麓に、一つは海へ、フォドラの牙にその身をうがつ、一つは山へ、喉元の険しい峰々に体をうずめ、一つは町へ、日の当たらぬ場所で影となる。かくして伝承は残された。ナバテアの灰のもとに四使徒の印を捧げし時、失われた魂が呼び戻されん。失礼いたします。いや、ご公務中に大変申し訳ありません。例の件についてご報告がございまして。構いませんよ、アロイス。今はちょうど手が空いたところですから。おお、それならばよかった。ん？そのお手元の書物は？これは年代記です。ガルグマク大修道院の創建以来、995年の歴史が記されています。年代記とは興味深いですな。ここに記録を残すことも歴代の大司教に受け継がれてきた務めの一つ。かつて聖者セイロスは英雄戦争の終結後、大修道院の造営に着手したといいますが、当時の資料はこの年代記を除けばほとんどが散逸してしまっているのですよ。ああ、21年前の大火の折にも数多くの書物が失われてしまいましたからな。ええ、ですから今となってはこの年代記の中にしか記されていないことも多いのです。例えば大修道院の落成式典の様子。おお、私も落成時期は知っておりますが、それ以上のことは存じ上げておりませんな。それも当然のことでしょう。そもそもはっきりとした記録が残っていないのです。記録によると式典では女神復活を記念する崩拝の儀が執り行われたそうですよ。崩拝の儀ですか。初めて聞きましたぞ。ええ、崩拝の儀について記した書物もかつては存在していたはずなのですが、今となっては残された断片的な記録からその様子を想像することしかできません。読み取れるのは、かつて聖者セイロスが主の再臨を願い、ノア、シュバリエ、ティモテ、オーバン4人の使徒と共に儀式を執り行ったこと、そしてその儀式は実を結ばず主は戻られなかったということだけです。ん？4人の使徒というのは初耳ですな。死聖人とはまた違うようですが。ええ、彼ら4使徒についての記録もまた大修道院にはほとんど残っていません。それぞれの紋章に名を残すのみでしたが、紋章を継ぐ血統が失われる中で
四使徒の名前すらも歴史の表舞台からは姿を消してしまいました。意味深な言い方をなさいますな。ともすれば歴史の裏側にはいると。ええ、誰も知らないところで血脈をつなぎ思いもしないものに現れる可能性も。つい長く雑談に興じてしまいましたね。報告を聞かせてもらえますか、アロイス。例の件とはやはり地下のことでしょう。おっと、そうでしたな。おっしゃる通り、近頃ガルグマクの地下で起きている問題です。それで、その怪しい人影とやらは本当にここへ逃げ込んだのか？確かに、抜け穴のように見えないこともないが。間違いないね。俺が寝ぼけてたんじゃなければ。だがありえない話ではなさそうね。ガルグマクの地下には無数の通路が張り巡らされていると聞いたことがあるわ。この入り口もその一つということか。どこへ繋がっているかは見当もつかないが。ああ、中がどうなってるかもわからないし、恐ろしい危険が潜んでるかもしれない。そういうわけだから、皇女様と王子様はここで待っていてもらえるか。俺と先生で賊らしき男の後を追うよ。戻ってこなかったら騎士団を呼んでくれよ。待ちなさい。そんな勝手が許されるはずもないでしょ。二人では危険よ。私たちも行くわ。リミトリもそれで構わないかしら。ああ、もちろん。賊かもしれない相手を黙って見過ごすというわけにもいくまい。何より前節、女神最短の儀の折にもあんな事件があったばかりだからな。わかったよ。ただし、どんな災難にあってもお互い文句の言いっこはなしだぜ。お互いにね。それじゃあ行きましょう。それとも他にも誰か誘うべきかしら。ああ、それがいいな。この時間であればまだ起きているものも少なくないだろう。あれれ、先生と宮長さん勢ぞろい。なんだか珍しい組み合わせですね。こんな時間に一体どうしたんですか。面倒事みたいですね。それじゃあ僕はおやすみなさ。リンハルト、そうはいかないわ。通りがかった不運を嘆きなさい。こっそり交代したってダメだぜ、ヒルダ。ちょっと手を貸してくれ。ああ、アッシュも頼む。事情は道中説明させてほしい。はい、もちろんです。僕たちもちょうど時間を持て余していたところだったので。すまないな。ではこの7人で抜け穴に入ろう。構わないな、先生。ま、賑やかなのも悪くないか。さて、どうなるやら。なあユリス、俺たちがここであくびを噛み殺してる意味はあんのかね。噛み殺せてねえぞ。たく、そんなに暇なら俺が一勝負付き合ってやってもいいが。ああ、やめとく。近頃は寒々としててな、お前に巻き上げられるのはこりごりだ。何言ってんだか。あったかかったら喜んでばらまくじゃん、バルト。持ち無沙汰なら頭を働かせていればよいのですわ。ま、働かせる頭のないものは退屈かもしれませんけれど。まあ、働かせる頭はハピもないし、ユリーとコニーに任せて。お頭！どうした？随分早く戻ってきたな。何か地上で動きでもあったか？ああ、お頭の指示通り枢機卿の会合を探ってきたんだが、それがその見つかっちまって、おかしな連中に追いかけられてるんだ。おかしな連中？騎士団か。詳しいことはわからねえ。
数は7、8人だったと思うが、武装してる。その人数じゃ地下を制圧しようって腹でもなさそうだな。大方お前を悪党だと思って捕らえに追ってきたんだろう。よし、帰り討ちにしてやら。腕が鳴りすぎて轟いてきたぜ。お待ちなさい、バルタザール。あなたはどうしていつもそう短慮で。そういうコニーだってどうせ戦うじゃん。新しい魔法を試したいとか言ってたし。ま、ここは地上の方が及ばねえ場所だ。多少遊んでやったって罪には問われねえさ。何より相手は教団の息のかかった連中だ。騎士団じゃないにしろな。あなたたち、ちょっとお待ちなさい。私も行きますわ。ここはただの通路ではなさそうね。人の痕跡も多いし、住居のようにも見えるわ。ガルクマクの地下。そういえば昔兄さんから聞いたことがあったっけ。ん？ああ、ホルストさんも士官学校の卒業生だったか。うん、兄さんが生徒だった頃にガルグマクの地下にまつわる噂があってね。町の地下には無数の通路や区画が広がっていて、後ろ暗い人たちが住んでるって。その名もアビス。その通り、ここはガルグマクの地の底、アビスだ。誰だそれは。制服か。俺たちのものに似ているが。ようこそ士官学校の生徒さんよ。華々しい方々がこんな場所に何の用だ。いや、俺たちは大修道院をうろついていた怪しい人影を追ってきただけでね。あなたたちに用はないわ。そこを通してもらえないかしら。それは無理な相談ですわよ。そこの暴れん坊は騙せても、私の目はごまかせませんわ。あなたたちの真の目的、このコンスタンツェ・フォン・ヌーベルが当ててあげましょう。アビス住民の排除をもくろむ教団の指示で介入の口実を探しに来たのですわね。ヌーベル。戦う理由がありさえすりゃ中身は何だって関係ねえだろ。やんのか、やらねえのか。見るになかなかの手だれのようだ。いちいち相手をするのは得策ではないな。ああ、そいつは俺も同感だ。今日のところは引き上げるか。この後に及んで帰るだなんて、そう寂しいこと言ってくれるなよなあ。ここの連中はみんな娯楽に飢えててね、戦争ごっこがしたくてたまらねえのさ。ほほう、鮮やかな狂撃の手並み。やっぱりただのゴロつきじゃなさそうだ。おい、クロード、感心している場合か。ここは俺たちで突破口を開かねば。待て、クロード、リーガン公爵家の新しい嫡子が。いや、人違いだろう。クロードなんてフォドラじゃ珍しくもない名前だ。それこそ適当に偽名で使うやつもいるくらいな。だが今年の士官学校の生徒にクロードって名の男は一人だけだろう。おいおい、なんでまたそんなことまで知ってるんだよ。こいつはとんだ行幸だぜ。よしお前ら、ぶん殴られてケツ並べるか、おとなしく踏んじばられるか選びな。悪いな、みんな心当たりはないんだが、どうやら俺のせいで遺憾にも戦闘に突入だ。東方の忍者曰く、石を投げつけられたら石の雨を降らせて返してやれだとさ。ようやくやる気になったかよ。レスターの格闘王の拳、味わってけ。あの男の人、なんかどこかで見たことあるような。
結局お前たちは何者なんだ。それがわからないまま刃を交えるというのも気真面目すぎて肩凝りそう。でもま、教えてあげるよ、バルトが。俺かよ。まあいい、俺たちはボルフクラッセだ。地上に居場所を失った生徒の行き着く場所、アビスで秘密裏に開かれた第四の学級さ。第四の学級、いえ、今は戦いに集中しなければ。暗いし入り組んでるし戦いにくそうだね。でも寝るには適してるかも。あの扉、特殊な鍵がかかってるみたいです。僕でも開けられなそう。何か仕掛けが。切り込むか。私ですか。私の力見せてあげる。何も起こらないな。動かし方を間違ったか。闇雲に動かしたって無駄だぜ。俺たちにしかわからねえ仕掛けがあるのさ。焦らず戦おう。はい、頑張ります。戦いの空気苦手だ。ぼちぼち動くか。
結局お前たち決まる。おチージャ第4くらいあの扉、私の力見せてあげる。私ですか？はい、頑張ります。焦らず戦おう。切り込むか。俺の勝ちだ。僕だって戦える。血を流しすぎたか。次は誰だ。Thank you.
さあかかってこい。互いに手加減なしだ。地下にこもりがちで溜まった鬱憤、この拳に乗せて吹き飛ばさせてもらうぜ。この一手よ。連中だな。面白い。警戒が必要ね。ヒルシクラッセを甘く見たか。切り込むか。
ゃない。必然さ。俺はまだまだ強くなるぞ。戦う必要なくない？はあ、今のは、いや、魔物の転移なんてそんなはず。Come on.
ヒルシクラッセを甘く見たか。想定通りの結果だな。背後に注意を払った方がよろしくてよ。しまった、何か変だなと思ってたのに。予想通りの結果ね。私は強くなるわ。
それでいいかな。この体にこんな力が。上を目指さなくては。Thank you.
異物にも矜持はあるんでね。ここが正念場だ。警戒すべきだな。ほい、ありがとう。ここまで来てなんだけど、ハピー戦うの嫌いなんだよね。痛いし面倒くさいし、仕方ないか。ひゃっ！あ！喜んでる暇はない。理想にはまだまだ遠いな。飽きてきた。ハピー、もう帰るね。だ、ありがとうございます。予想通りの結果ね。
切り込むか。加減すべきだ。ぼちぼち動くか。道は長い。僕だって戦える。
喜んでる暇はない。地下の女などと見くびっていると痛い目に遭いますわよ。私の魔道に恐れをののきなさい。動かないと。
僕だって戦える。今のは私が勝手に滑って転びそうになったのですわ。負けてなど。じゃない、必然さ。前進かな。
撃をつかむ。負けられないからな。アビスに足を踏み入れたのも何かの縁。ちょっとばかり俺たちに付き合ってくれよ。せっかくこうして出会えたんだ。お互い楽しまなきゃ損だろ。あっ、おっと。ロナード卿の養子になったっていう。僕も君の顔には覚えがあります。確かローベ博の養子だったはずじゃ。そんな人がどうしてこんなところに。何か事情があるなら僕も力に。冗談、あんな家に戻る気なんてねえよ。それよりよそ見してたら死んじまうぜ。なかなか楽しかったぜ。想定通りの結果だな。俺たちの勝ちってことでいいか。バルトーだったか。バルタザールだ。結果にケチつけるほど
俺は落ちぶれちゃいねえよ。バルタザール、バルタザール、バル、バルニー、アダルブレヒト家の。何、俺の知り合いか。いや待て、その髪、その呼び方、ヒルダか、ホルストの妹の。ヒルダか。いや、まったく、早く言ってくれりゃいいじゃねえか。バルニー、ほんとのんきすぎ。これ、兄さんが知ったらなんて言うかな。すまん、ホルストには黙っといてくれ。ヒルダに手あげたなんて知れたら死だ。死で済めばいいくらいよね。仕方ない、今回は黙っといてあげますか。なあ、ところで俺を見つけて行幸ってのは一体何だったんだ。いや、俺が借金をしている相手の一人にグロスタール伯爵ってのがいてだな、借金棒引きの代わりにお前の周囲を探れっつう依頼があったのを思い出したんだ。ははあ、大体の事情は察したが、それなら殴り合う必要はないだろう。何言ってやがる。相手のことを知りたきゃまず拳で語り合う、普通だろうが。君本気？バルタみたいな人が他にもいたなんて。しかもこんな美人のお姉さんがね、信じがたい。ま、そちらさんが教団の意図とは無関係ってことは理解できたけど、そいつはつまりまた奴らが襲ってくる可能性があるってことだ。このアビスは誰かに狙われててな、近頃何度も傭兵どもに踏み荒らされてるんだ。その雇い主が誰なのか分かってねえのが歯がゆいところなんだがな。教団には汚え地下街なんて浄化しちまいと言ってる連中も多いらしくてね、あんたらがここへ来たのもその関係かと思っちまったのさ。悪かったな。だからよそ者は殺すみたいな感じで私たちを襲ってきたってことね。ごめんね、ハピたちも結構気が立っててさ。まさかただの好奇心でアビスに降りる人がいるだなんて、想定外にも程がありますわ。地下通路の由来は知られてね、大修道院と一緒に作られたのか、もっと昔のものか。その正体を正しく知る者などいませんわ。ただしこれだけは言えますの、アビスとは日の光の下で暮らせぬ者たちの居場所、すすにまみれたガルグマクの闇。教団はずっと黙認してきたんだってさ、ガルグマクの繁栄には必要だろうって。地上のゴタゴタには干渉しねえ、地上からの干渉も受けねえ、それが取り決めだった。しかしどうしたことか、このところ地上の者が襲ってくるのです。こんな地下でしか暮らせない者たちをさらに虐げようだなんて許せませんわ。かくいう私たちも大変不本意ですけれど、深い理由があって地上では暮らせませんの。去るお方のお慈悲でこのアビスに暮らすことを許されているのですが。へえ、じゃあバルニーも何かすっごい事情があったりするわけ。ああ、俺がここにいるのには賞金稼ぎから逃げるという大変な事情が。へえ、それは大変。さて、もう世間話は十分だよな。地上の皆さんはそろそろお帰りの時間だろ。してしまうんですの、この方たちに頼めばよいではありませんか。さっきも言ったが、ここには頻繁に傭兵、ほとんど賊だな、が攻めてくる。けど
ここに住んでる連中の大半は戦いを避けてきた弱者だ。家も仕事もねえ老人に親を失ったガキ、捨てられた女や貴族にはめられた商人、身を守る術を持たぬ者たちを救うため、私たちの居場所を守るため、あなたたちの力を貸してほしいんですの。だがお前たちからしてみれば、俺たちも同じ地上の人間だ。信用できるのか。できるかできないかで言えばできるね。教団の指示では動いてなさそうだし、ただの貴族のお子様どもじゃあねえ。戦いぶりや今の言動を見れば十分だ。だからこそこんな危ない話には巻き込めねえと思ったんだが。もう話しちゃったんだからいいじゃん。まあ答えは今すぐじゃなくていいし。そうですわね。アビスを見て回って現状を知れば、おのずと答えは定まりますわ。そういうこった。とりあえずは客人として歓迎するぜ。